で戦国初の発進は定めて一歩進の発なり、戦国人の発進は一歩進の発なり。これはたとえね戦国初する発進でも、その一つ一つの発進は一歩進の発っていうのね、まっさらな発進の発じゃなくてダメだ、まっさらな生命の実物にいつでも立ち返る刻々にね。それで戦国人の発進、これまたたくさんの人が発進したって言っても、これやっぱりまっさらな発進の発でなきゃならないと、こういうことです。で一歩進は戦国の発進なり、首相展望もまた格のごとしと、こう書いてあるね。これも修行評価も、仏法としてはどこまでもこの刻々の発進、それを百千万発するという、そういうだけなので、結局生命というものは刻々であって、刻々に発進するだけが発進なんだっていうの、だから刻々の修行をするだけがその悟りなんだと、こうね、悟ることが本当の悟りだ。このことはっきり言ってんのにね、道元禅師は心身心身脱落って言ったから、やっぱり悟ったんだって、そういうバカなこと言うやつはね、そういうのちゃんと書いてある。心身脱落、座禅とはその心身脱落なり、法経記にはその後に心身脱落とは 何ぞやって、こう道元禅師が如上禅師に尋ねたら、心身脱落とは座禅ないってこうね書いてある。だからこの座禅ってやつはまた刻々の発進の姿です。ここ座禅してる、押すといつも言うけれど、ほーっとふーっと、いつでもなんかムラムラと思いが浮かんでくるじゃない。ところが、あ、その浮かんでくる思いを追ってれば、これ考え事になっちゃう。その考え事は座禅じゃないんだから、だから座禅ってこうまた戻るね。その時にムラムラ浮かんだ思いがパッと消えて、そして壁だけがそこにある。この壁だけっていう世界が大切なんだ。このいや壁だけっていう世界を体験したことのない人っていうのが結局はぐずるね。我々ね、本当は一生ね、自己入りの自己なんで、その外を向かって見たら壁だけなんだ。ところがそうじゃない、いつでもその一歳分の一の私として何かただの兼ね合いがあって、こうやってそれで来てんの。おもちゃ遊びだけで一生来るんだわ。そして今度年取って寝たきり老人って言って、そしてもはやこれからも面白いことに出会うことはなかろうあとは死ぬだけかって、そこのところで初めて壁に出会うんだからね。そうするとこれはもうやるせないんで、それでぐずり出すんじゃない。ね、大切なのはね、その座禅して壁だけっていう世界に本当に身につけなきゃ。座禅したのは、座禅するっていうのはそれは10分座禅しても座禅だし、30分座禅しても座禅だし、一中座禅しても座禅だ。しかしながら座禅が身につくってことはあるね。その沢庵でも塩と抜かれて、おもしかけてって言って、それですぐでの沢庵ができるかっていうと、そうじゃないもん。そんなインスタント沢庵はダメだ。そのインスタント沢庵はお茶漬けの中に入れてプルプルってやると、もう塩気も何も抜けちゃって、なんだか沢庵の味しやしない。本当の沢庵というのはこの浸かるってことによってね、沢庵の味が出てくるんだ。それと同じように座禅も
一寸の座禅は一寸の仏っていうけれど、それと同時に一寸の座禅のをちゃんとね続けて、そうして本当に座禅が身につくっていうこともなきゃならない。だからね、修行はどこまでも一歩進を千万発することだ。でそれをパッと悟ろうと思ってやってる座禅はこれ座禅になってないんだからね。そんな座禅いくらやったってダメだ。これはそのくらいならパチンコをやってる方が気が利いてる。パチンコなら実は当たるんだから。でチンチャラチャラって出てくりゃ張り合いもある。これはね、座禅ってやつはそんなね当てもんじゃない。ただ刻々冷めるね、刻々発進する。で結局ね、我々いつもそのさっきの図に書いたように刻々なんか物足りよう、それでもってその物足りように応じた世界が、固定的世界が展開し、それを追ってキョロキョロ生きる一歳分の一の俺っていう、それだけでね、いつでも我々生きてる。それで結局ね、生存的我だけ生きてるんであって、本当の生命に出会ったことがない。本当の生命に出会うってことが大切だ。私が前にあれした思いは幻影、行為は現実、結果は化けて出るっていうね、こういう公式も作ったことあるけど、結局思いは幻影と、こう幻影的世界を生きちゃうんだね。そしてこの生存、いかにも金食べてって、いかにも現実的に堂々と生きてるようだけど、何生存の宙に浮いて生きてんだってことを忘れてちゃうな。そのために当て外れしてさ、だから金貯めた、その金が価値がなくなった、それで路頭に迷ったってね、会社の御ために勤めたって言ってね、その会社倒産したって、これまた路頭に迷うんだ。子供だけそのよく育てようってエリートコースに教育するって言ってやって、そして子供がその背いたって言って、これまた路頭に迷う。つまりね、いつでも刻々の今を見失って、そしてなんか生存的な俺があるかのとか、その生存的俺のためにだけ生きてるから、生命の実物としては途端にね、まあ天人がこう雲の上にね乗ってこう歩いてるじゃない、天人っていうのは雲の上に乗って住んでる。ところがその雲ってやつはふーっと消えるところがあるからね。そうすると天人っていうやつはごすりの悲しみやったり五つ衰えるっていうね、天人の 羽衣が薄汚れてさ、おいで天人の顔に小じわができてさ、そして白髪が生え始まってて、これはもう天人のあれじゃない、その乗ってる雲がふーっと消えたような、押すと真っ逆さまにバーッと落っこってきて、それでその高く登ってれば登ってるほどその落ちる衝撃は大きいわけだ。で大切なのは本当の生命の実物に、本当の生命の実物として出発し直すというところ、そこが大切だね。それでその生命の実物っていうのは何かっていうと、今言った一歳分の一歳、一歳自分の一歳に、どっちへどう転んでも自己切りの自己の生命の実物だ。そしてそういう生命の実物に今度転換するっていうのも刻々だから、それができるわけだね。今まで
くよ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 ね、一歳分の一の俺のことばっかり考えてる。ところがパッと考えるの、本当の生命の実物っていうのはこういうもんだと知ってた。そしたら自分のくよくよ思ってたこの一歳分の一の私のことはパッと手放せる。刻々だからね。それはあれでしょ、誰も他との兼ね合いがないんだから、だから邪魔するやつもない、妨害するやつもない、まっさらとパッと手放しゃパッと消える壁だけそれなのね。でそういう刻々の自己の生命に立ち返る、これを百千万発する、これだけが大切なんだ。百千万発すればいいんだ。でいやそれがそれじゃあいつでも百千万発してもう刻々の生命の実物になってられる、そんなことまた考えるからいけないんだ。あ、これこの瞬間も失敗した、失敗は失敗だ、失敗は失敗でいいんだよ。私があのこの頃ね、ビルマの気候って、ビルマ気候っていうかパゴダの国を訪ねてっていうあの NHK 総書から出してる本ね、あれこの間買ってきて読んだんだけど、その私はねなぜビルマの本読むかっていうと、ビルマ私に言わせれば今日地球上でね一番いい国民はビルマ人とセイロン人じゃないかってこう考えてる。南方仏教、今清浄仏教っていうけど南方仏教ですね、南方仏教が本当に徹底してる国で非常にいい国だと思ってるんだ。しかしながらね、それでまあ私のところもビルマ人のモンモンルインさんっていうのがやってあたりでやってきたことあったね。そしてビルマ大理石のその仏さん私にくれたもんだから今もちゃんと祀ってるけどね、このモンモンルインさんに出会った時もあれ、そのビルマ人に出会った挙句にこう日本人の顔を見るとみんなスリカカッパラみたいな顔してんだ。それでね、当然それほどビルマ人っていうのはなんか純粋なね感じがする。ただね、私が今まで心配してたのはこの純真無垢のビルマ人もいずれね、そのアメリカ人や日本人にその呼ばされちゃうんじゃないかって、これが心配だったわけだ。要するに子供の純真さみたいであって、それだからいずれこう成長していくにつれて汚いこと汚い世界に汚されちゃうんじゃないかっていうことがね心配だったわけですね。それでまあビルマの本をこの間も読んでいたら、その中にこれだけの こういう言葉が出てきたんだね。このあるその著者がね、その本を書いた人が普通のこうビルマ人、カンディのビルマ人に出会って、そしてそのあんたもそのお寺へ入ったことあるのかって言ったら、あもちろんお寺へ入ったことある、小さい頃みんなそのビルマでは子供がお寺へ入るのは当たり前なんだ。でそれでアタもそれじゃあ仏教徒なの、仏教徒だと誤解を保ってるかっていうのね、誤解っていうのは不摂生、不中途、不陰、あ不邪陰、不妄語、不音樹、この5つの戒だね。その摂生しちゃいけない、盗んじゃいけない、から邪陰をしちゃいけない、から嘘ついちゃいけない、で酒飲んじゃいけないって、こういうことですね。で、あとも誤解それじゃ保ってんのかって言ったら、
もちろん保ってる。ビルマ人として誤解を保つっていうのはそれ社会常識であるの、保っていないやつはビルマ人として通用しないよっていうっていうのはね。それでね、聞いたのは、あとは管理なんだから時々その、付き合いでもって、酒飲むことはないのかって言ったら、それは時々飲む、その時は4回しか保てないって。そして恥ずかしながら時には3回の時もあると、こう言ったっていう話が出てんだね。私この話を聞いてほとほと感心した。ビルマ人にその南方仏教はこれほど民衆にですね、ハーダイモクシャっていう、私がいつも言うハーダイモクシャの精神を徹底して教えているのかってことね。要するに戒律をね、大体仏教では仏弟子になるとき戒律をよく保つないなやって言って、よく保つって言ってね、そして戒律受けるんです。で、まあ今我々が受ける、戒律はその誤解の他にですね、第6不摂火会、第7富士山北会、第8不見法財会、第9不審二会、第10不法三宝会って10回目、その10回に対していちいち何時よく保つないなよ、よく保つっていうね、それでもってまず盲目の犯し始めだもん。大事にそんなもの保てやしないんだよ。それだもよく保つって言うんだから嘘もつき始めた。しかしながらそれをよく保つって言わなきゃな。というのはどういうことかっていうと、今私は生命の自己の生命の実物っていうね、これ生命の実物っていう言い方は大乗仏教の言い方です。それに対して南方仏教では民衆に分かりやすいためにこの誤解を教えるわけだ。要するに真実の生命の実物のあり方としては不摂生、不中途、不毛、不邪淫、不毛、不穏寿と、これがね、真実生命のあり方だっていうの。そりゃそうだ、真実生命ってのは一歳分の一歳なんだからね、真実生命の実物のあり方は一歳分の一歳なんだから、殺そうって言ったって殺すものがないんだ。みんな自己の命なんだ。それからまた人のものを盗もうって言ったって盗むものがない。で、そういうふうにね、その誤解ってものは真実生命の実物のあり方なんです。そのあり方を、そのあり方をあり方として受け取ることが受解だ。戒律受けた。で、真実生命ってものはそういうあり方のもんだ。まず納得したことだ。それから今ね、犯すことはあるね。凡戒っていうのはこういう戒を犯すって書いてある凡戒。凡戒はあっても破戒はありえない。用語を破壊の義なし、永遠にね、破壊ってことはもうないんです。そんなね、人間の思惑でもって戒律が破れるようなもんじゃないんだ。それは真実生命のあり方だ。これがね、ビルマ人にはよく分かってるらしいね。そこまで徹底して南方仏教は教えてんだと。それだから、あとは誤解保ってるかって、よく保ってるってこう言うわけ。それはよく保つって言ったのね。でも時々は4回って言うの。
時々は恥ずかしいけど3回の時もある。違う、こういうのね、これはそのそれだけ懺悔の心を持ちながら、それでも誤解を保つということが傷つくことはないと信じてるところが素晴らしいと私は思う。でこのその点ね、大乗仏教っていうこの中国から日本にかけてね、そういう原大目者の精神が全く見失っちゃったんだ。それで大乗仏教って、それで南方仏教のこと「正乗」ってこのバカにするけれど、今大乗仏教とされている品日本の品朝鮮日本の仏教っていうのは全く仏教の一番大切な精神を忘れてる、見失ってる。それを本当にそのはっきりした言葉で言ってるのは道元禅師、親鸞聖人あたりだけだと思う。道元禅師のはそういう原大目者の精神、これ一回守れば一回の下脱ってことね。これをはっきり言ってるのは道元禅師の首相一如ってことだ。でそれを今座禅してで悟り開くって、こんなね浅はかな座禅しちゃダメだ。座禅して検証するってこれもう浅はかすぎる。そうじゃない、もうどっちどう転んでも自己切りの自己の生命の実物に来てる。その実物をはっきり知って、その実物通りやっただけがやったとこういうことだね。だからその合格不合格の話じゃないんだ。私ダメって言わなくていいんだ。そうじゃない、その時その時やっただけがやった、やっただけが悟ったんだ。これがそれをできるだけ百千万発するだけだ、その精神。それでだから既製品的な悟りを、だからあれですね、一発の発心をして、そして修行は無料で、それで生涯は一生ってパッと悟ったって、そんなお粗末な考え方から始めるんじゃないんだ。刻々なんだから、我々生命ってそういうもんでしょ。これな、生命っていうのはこういう物体的なもんじゃなくて、事実刻々生きてるんだ。その刻々だから刻々にその発信する、刻々に百千万発する、こういう態度ね。そういうのが修行っていうものはそういうもんだと悟ることが悟りなんだ本当は。それでね、このだから、道元禅師の首相一如、正乗の主っていうのは、一番宗教として一番大切なこと言ってんだ。でそういう修行の狙い、その修行の在り方をはっきりさせるために、この道元禅師が今宇治の巻を書かれたんだということね。つまり我々の人間生命の実物は刻々だ、そして刻々がその刻々の世界を展開している、そういう生命を俺が生きてるんだ。でそういうことだから、結局修行の在り方、修行の狙い、それをはっきりさせるためにこの宇治の巻も書かれてある。だから決してそれはそうですよ、いわゆる学者たちが言うように思想、深淵なる思想思辨の話が書いてあるわけじゃない。当たり前のことは書いてある。さっとって今の坊さんたちが言うように何だか知らないけど、そのあらゆる思弁を寄せつけない、この厳しい絶対無限の真実であるって言ったか何とか書いてあるの読んだことあるけど、こんなね、またわけのわからないこの、ことを言ってみたらしょうがないんだ。で本当は自己の生命の実物に
の在り方にはっきり目を開いて、自己の修行の狙い、在り方を決めること、これが、その宇治の巻のいわば大切なところですね。そういうつもりでこの以下、これからこの巻を読んでみたいと思うんですがね、これはまあ今の前置きの話で、それで本文に入ると、古物曰く、宇治は高校たる法長律、宇治は新人たる海底公、宇治は三途八臂、宇治は上六八石、宇治は主上発数、宇治は路中灯籠、宇治は長三里氏、宇治は大地国門。この道元禅師は表現があまり美的すぎるんで、高尚すぎるんで、それで成功するんだけどね、結局これはね、まあ、普通の我々の読み方からすれば、ある時は高校たる法長に立ちだ、ある時は心身たる海底を行く、ある時は三途八臂、ある時は上六八尺と、こう読んでいきたいところなんだけど、そうするとその方が分かりいいような気がするんだけどね、それだとある時はある時はってんでこうつながるじゃない。ところが今ね、宇治の巻で言いたいのはそうじゃない。宇治は高校たる法長律って言って、そこでポツンと切れなくちゃいけないんだ。だから俺は一つの名詞的に読むわけだね、刻々裁断してる。で、宇治は心身たる海底公、これでまたこもう裁断するね、切れる、ポツンと、これが刻々だ。で、まあ宇治っていうのは刻々に変わる、その時にその高い山の上に立ってるっていう風景が展開してんだね。またその祭壇した挙句ある刻々の時に、その心身たる海底を行くっていう、そういう風景を展開してる。ある時は三途八臂っていうのは、これ頭が三つ、その肘が八本っていう、これは阿修羅の姿だ。まあ早い話が田中さんなんかの姿はこれじゃないからあっちもこっちもね、それで奇怪なる姿してるもん。だから宇治は上六八尺、仏さんはね、立って一上六尺、座って八尺、それで仏さんの姿。宇治は主上を干すって、ね、これはまあ普通我々が盆さんが持つ持ち物ね、この主上っていうのは、杖でしょ、それから干すっていうのはこう振るやつね、これはまあインド中国の方は旅行するときはどうしてもこの杖をね持って歩かないと危ないんですね。例えばこの主上の上こうなんていうか、金具がついててこうつくとチャリンって言うじゃん、お祭りの時なんかもう持って出てくる天狗さんが、ね、ああいうようなあれを持ってチャリンチャリン言わせて山登ればこそ、そうすると猛獣でも逃げていく先へね、そうじゃないと出会いがしない、パッと取らんでも出会ったらこれ大変だ、俺歩いてるぞって言うんでチャリンチャリン言わせながら歩いてる、虎の方も人間ってやつは危なっかしいやつだって言うんで先にねえねん。それで主上をつくが干すっていうのはまああれ馬や牛がこう尻尾で持ってペッとこう払いながら、アブやハハエを、あ、蚊をね、蚊じゃない、アブやハエをこう追っ払ってるね、あれと同じようにその坊さんもパッとこうやってこの毛のついたやつね、
こういう今なんか葬式やなんかがある時、儀式やる時、こうあの盆栽がこうやって振ってさ、いいいいとかなとか言ってやるね。あれがホスだ、あれ何や、かやあのアブを追う食べるね。ああいう持ち物ね、あ、宇治は修行ホス、宇治は路中灯籠、これまあ本堂にある路中っていうのをこう裸の柱だ。それから灯籠っていうのはまあ本堂さんにもあるけど、灯籠が飾ってあるでしょ。宇治は長三利子、これはね長家の三男、利子あ利家の四男ってこういう意味でね、まあいてもいなくてもいい。だいたい長男っていうのは四男人じゃの大切なんだね。後から生まれてきた次男三男四男っていうの、これはまああの付録みたいなもんだからね。つまり長三利子っていうのは長家の三男利家の四男っていうんで、の結局まあ太郎次郎っていうようなもんだ。のどうでもいいような庶民階級のことだ。宇治は第一国の主義、まあでいわゆる宇治は字すでにこれうなり、つまりね刻々今する生命体験の時だ。この字っていうのはね、それが今の展開している人無人海なの。字すでにこれうなり、うわみな字なり。だから今展開している人無人海は必ずまた刻々生命体験の時だ。で上六根人これ字なり、この仏さんの姿もこれ字だ。字なるがゆえに字の称言光明あり。称言光明っていうのはいわば仏さんの様相だ。その様相はっていうと字の称言光明っていうんだから、あの結局刻々の計略で協略です。でまた刻々祭壇してる仏さんって言っても、俺は仏だぞよって言っても、もう器物金物みたいにもうカチッとカチッ決まってるもんじゃないんだ。ちゃんとね血も流れてりゃ息もしてるっていうね、そこに刻々の姿でなきゃ生きちゃいないんだから。本当の幸運の字の荘厳巧妙あり。今の十二時に修学すべし、我々が普通住んでる十二時と同じだ、刻々だ。で三途八臂これ字ない、阿修羅っていうのはまあ奇怪な姿だけど、やっぱり時の様相を持ってる。字なるがゆえに今の十二時に一如なるべしだ、全く等しくってね、変わりはない。そりゃそうだ、まあ、田中元首相でもちゃんとねあの、こう刻々なんだ。だから時々青くなったり赤くなったりってそうとちょっとくしゃみ一発すると日本の政界全部が動揺するってことだから、ただ、ね、あの影響力が違うっていうけどのあんなバーの音ね。結局この三途八臂もこれ字だ。字なるがゆえに今の十二時に一如なるべし。で十二時の常温短足、これ長っていうのは長い、温は遠い、短は短い、だから足は詰まってる、こういうことだけど、今だ度量せずといえどもこれを十二時という。要するに我々今12時、まあ1日24時間とか思ってるけど、こういう時間はだね、の一体どういうものか、超音短足っていうの
度量っていうのは測り測っては見ないけれど、時ってものどういうもんだってね、全く我々測っては見たことないけれど、しかしながらね、本当は1秒間の何億分の1でもちゃんと動いてるに違いないんだね、刻々の。もしね、その1秒間の何億分の1はあの場合は止まってるんだってね、動いてるとは言えないって言ったら、そういう動いていないあれが1億集めたって動かないことになる。だから1億分の1秒って言っても、その間にちょっとでも動いてるってことだね。でそういうのを我々度量しきれないもの、つまりね、我々としては。しかしそれを12時という、このようで古来の方尺明らかなるによりて人これを疑惑せず、あのまあ12時の中にある時間の中にあるあらゆるものを見ると、あれはああなった、これはこうなったっていうね、そういう古来の方尺が明らかだから、それで時間ちゅうものをそんなにこう、疑ってみたことはない。疑ってみないけれど、疑惑せざれども知れるにあらず、別に知ってるわけじゃないんだっていうことね。修行をもとより知らざる毎日毎日を疑惑すること、一乗せざるがゆえに疑惑する前提必ずしも今の疑惑に符合することなし。大体ね、知らないから疑ってみるって言ったって、大体疑い方を知らないんだわ、我々。あの本当に今言う実物を見据える目っていうのは持っていない、それで見るんならいいけれど、大体実物を見据える目持たずに、それで時間とはどういうもんだって頭で考えてるとするよ。これどうせね、当たらないんだ。それが疑惑をする前提、必ずしも疑惑する前提って疑いが向かってる先が必ずしも今の疑惑に符合することなし、今疑ってることそのことの正体、実物正体に出会うことはない、命中することはない。要するに実物を見据える目を持たないで、ただ疑ってみたって、あの実物に命中することはない。しかしただ疑惑をしばらく自なるのみなり、これ疑ってるそのことはすでにあの時間の中にある、これ刻々の時間において疑っているということですね。それで我を拝列し起きて人海とせり、この人海の図もつもつを地なりと貯見すべし。さっき書いたあれですね、結局ね、我を拝列しようとして人海とせりって、これ刻々のね、我それをあの展開してる、それを私たちは見てるだけだっていうのね。あの生命の実物っていうのはこう刻々に展開してるわけだ。それが宇治だね。それを私がまたそれを見る、自己の生命の実物ってそういうもの、我を拝列し起きてっていうのを、まあ、展開させて、だからこの一切分の一切としての我は、あらゆる一切はね、自己の中身を展開させてるだけだ。そしてこの人海の図もつもつを地なりと貯見すべし、だからこういうあらゆるものはね、あらゆる人海はその時その時のね、刻々のものだとね、貯見というのは見ることだ。
で、もつもつの愛げせざるは、じの愛げせざるがごとし。物と物と互いに邪魔し合わないのは、時と時が愛あの互いに邪魔し合わないのと同じだ。要するに、他との兼ね合いなしなんだから、本当は。他との兼ね合いなしで、これ、まあ、例えば、この、まあ、考えてみると、あれですね、まあ、殺し合いの喧嘩してるっていうのを映画でもって、もし撮ったとするね。それで、フィルムの一コマこうやって見たら、そしたら何、そのフィルムがこう殴ってるっていうところで止まってるじゃないか。それで何も、その、あれだね、別に愛、げ、されることはない。それで、もつもつの愛、下世だろ。だから、互いに邪魔し合わないのは、その時その時の実物がだね。他との兼ね合いなし、ただそのまんまな。で、この家に同時発信あり、同心発事ありと、この、今、私が、喋ったこのね、ここに書いた文句、結局この発の字が大切なんですね。この同、これは、国の実物だ、同っていうのはね。同じっていうことは、国だ。そして字っていうのは国でしょ。で、発っていうのは生命の実物に変えること。そして心っていうのは生命の実物を言うんで、つまりね、これもうどっちどう転んでもこれ国にこの発心同時って言ってもこれみんなただこれだけを言ってるのね。同時発信あり、同心発事あり、同じことなんだから、言葉を入れ替えても同じだ。たった一つの生命の実物だけの話です。で、それをだね、そういう生命のあり方をいつでも覚めてみる、それが発事。で、および修行浄土も格のごとし、浄土、修行浄土も刻々なんだ。結局は、で、我を入れずして我これを見るなり、自己の自なる道理、それ格のごとし。結局ね、今宇治っていっての言う自分ちものが自だっていうことは、我々は本当にね、生命を生きてる限りね、刻々なんですよ。それ、我々いつでも、思いでもって、これが迷い、これが悟りって、こういうか、もう固定するわね。概念的になっちゃう。それで固定する。ところが、本当の生命の実物っていうのは、実これもう、一瞬もとどまらず、血液は循環し、空気、呼吸もし、で、これ刻々ですよ。この生き生きした生々しい生命の実物っていう、これは刻々である。そして刻々があらゆる今の世界を展開してんだっていうね。だからこうパッと、ね、冷めれ。そして結局自己の自なる通り、それ格のごとしで、そういうもんだ。例えば今言ったようなね、家庭内の揉め事でがっちり四つに組んだって言って、で、残ったやってる。しかしな、パッとさ、冷めたら、ふっと消える。で、ふっと消えていいんだ、別にね。何も、どうせ親子じゃないから、そんなにね、決まったことでこうなって、契約書を取り交わしてって、そんなことはいらないんだ。ふっと。ところ
は大体まあ家庭内でもってそのいつも揉めてるって、お母さんがくよ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 心配して、息子がどうだ嫁がどうだっていうのね、これみんな頭でもって決めてる話だ。その頭で決めていつでも問題を起こしてる。まああの家庭内の揉め事だけじゃない、社会の問題もそうだ。あの会社も俺の支柱に入れよ、あれもって言ってむさぼるやつがいるからね、そう取られまいって言ってまたあれしてるやつがいるわけ。ほいでその社会ってやつはまあ揉め事を次から次へとよく起こしてるわけね。大臣の椅子一つでも取り合いするから、まあその点私なんかそういうもの持っていないから、取ろうってやつがいないから、うん、取りに来るやつがいないからなんともないだから椅子も一つも持ってないから、うん、これもなんともないね。例えばあの内山ってやつはけしからん悪口ばっかり言ってる、あいつ一つ閉じめてやろう、その首切ってやろうって言ったんだけど切る首がないんだ結局はね、あのだいたいある職場についてやそれその、あれしたらそれ困るっていうこともあるけど、何も職場についたことないんだから、これやっぱり、ね、結構なあり方だね。刻々だ刻々でもってこの早話がこの回だって刻々なんだ。結局会員って言ってあらかじめ会議取って始めてる仕事じゃないんだ。その時その時に集まった人だけが集まったっていうだけでね、それで集まらなくてもいいんだし集まってもいいんだし、そういうようなね、もうちょっとサラサラした生き方するとみんな気が楽なんだと思うんだけどね。要するに宇治の巻で愛したいのは人間、あの沢木老師も言ったね、そのネチネチするのが一番いけない、要するにネチネチに、あんまり世の中みんなネチネチしすぎてる、そうじゃない、もっとサラサラいけない、サラサラといけばそれのサラサラが当たり前だもの、宇治だ、刻々なんだから、で刻々に展開するんで、でそういう、まあ宇治の話はそういうような話ですね。でまあこれからあれしますが、今日はそこまで。